いやー、今年は暑くなるの早いなー。この前まで春かなと思ってたのに、一気に初夏になっちゃって、最近着るものに悩んでるんだよなー。まあ、春服はいろいろと思ってるけども、初夏の服を使ってどうコーディネートすればいいのかよくわからないから、誰かわかりやすく伝えてくれないかなーと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山修です。今回の動画なんですが、大人の再現性抜群初夏コーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭の小芝居にもあった通り、今年 私は結構冬の後半がですね、割と寒くて、春になったかなと思ったら、それすっ飛ばして、初夏の陽気になったかなと思うんですね。なので、最近は休日なんかもですね、25度近く上がることもあったりするので、初夏のコーディネートをそろそろ皆さんも考えてる頃かなと思います。そこで今回の動画では、夏になる前の初夏ですね、ここにどのようなアイテムを使ってどうコーディネートすればいいのか、このあたりをしっかりと皆さんにですね、わかりやすく解説をしていきたいなと思っています。まあコーディネート ネのテイストとしては相変わらずですね、エッジを効かせたようなオシャレさ抜群のものではなくて再現性ですね。誰でも気軽に取り入れやすいようなですね、ベーシックさを軸足に置きながら程よくトレンド感をミックスしたようなスタイルをですね、皆さんにご紹介したいなと思っていますので、よかったら初夏の着こなしの一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、 行ってましょう。 はい、ということで、こっからですね、具体的に大人の再現性抜群の初夏コーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕の中では結構鉄板の着こなしでよくやってるやつをですね、皆さんにご紹介したいなと思います。今回主役になっているのが、こちらのシャツですね。僕はシャツが大好きで、あらゆる季節に着てるんですが、春だとか秋のシャツというのは結構一番外側に持ってくることが多くて、主役になるようなアイテムだなと思っています。まあ、そういった意味では、 感覚で T シャツの上にさらりとシャツ着るのがすごく便利な季節かなと思うので、まあぜひ皆さんにもですねご紹介ができればなと思います。まずベースはですね白系の T シャツになります。まあ、これはですねまあ、定番的な丸首のもので、下はですね柄入ってても入ってなくても何でもいいです。僕はですね基本的にちょっと柄の入ってるようなプリント柄の T シャツが好きなので、そういったものを下に着ていますが、まあ、無地でも全く問題ありません。それをベースに着ながらですねその上にはストライプ柄のシャツ シャツを今回は着ました、まあ、こちらはですね、僕のブランドソウのですね、オリジナルのものなんですが、ちょっとこう太めのストライプ柄で1枚で着てもですね、ややインパクトがあるような、そういったものを今回は選びました。まあストライプだけではなくて、他にはですね、例えば合わせやすいブルー無地のシャツとか、あとはですね、ベージュ系なんかも結構使いやすいので、僕はいろんなバリエーションのシャツをですね、この時期に着てるんですね。ですので皆さんのお手持ちのもので合わせていただきたいなと思うんですが、まあポイント ポイントとしては、シャツというのはですね、やっぱりこうビジネスの雰囲気がなんとなく漂うようなアイテムなので、ちょっと着崩してあげた方が僕はいいかなと思うんですね。なので今回は T シャツの上に重ねてるんですが、第2ボタンまで開けてるんですね。肌を露出させるような第2ボタン開けっていうのは、ちょっと大人世代にはややセクシーすぎるかなと思うんですが、下に T シャツを着ているのであれば、僕は第2ボタンぐらいまで開けて、少し着崩すのもいいかなと思います。まあ、50代ぐらいの世代になってくると、まあ、第2ボタンは閉めて、もうちょっと小切れに着て ほうがいいかなと思うんですが30代だとか40代の男性であればまあ、第2ボタンぐらいまで開けてちょっとラフな感じを出してあげるのもいいかなと思いますあとはですね腕まくりですねこれもすごく重要だなと思ってまして、まあ、実際初夏になると暑いんですよ長袖だとですのでちょっとこう腕をですねまくりながらこのですね腕の部分を露出させてあげることでちょっと軽快な感じもなりますし着崩した感じも出せるかなと思うんですねそして肌が露出したところにまあ、時計だとかちょっとしたアクセサリー ですね、こういったものはちょっと賛否両論があるかなと思うんですが僕はちょっとしたアクセサリーは好きなのでバングルだとかリングをつけながら少しですね手元を彩ってあげるとややこなれ感が出るかなと思います上半身が割とですねインパクトがあるので今回はボトムスに関してはいつも通りブラック系のパンツですねこういったもので印象をギュッと引き締めてあげれば着こなしが完成するのですごく簡単なですね再現性高い着こなしかなと思いますで足元に関してはもうこれあんまり季節感って関係ないんですねもちろん真夏 になななっっててくくくるととササンンダダルルみたいいいいもののをうまま使使んでですが初回ぐらいだとまだ僕はサンダル使わないので今回は白系のレザーーースニーカーですね、まあ、ジャーマントレーナーを履いてみました。まあ、今回はジャーマン履いていますが、普段の僕だったらアディダスのサンバの白だとか、そのあたりを履くことが多いんですね。今旬なスニーカーとか履いていて気分が上がるものですね。まあ、場合によっては僕はサロモンの XT6 というモデルがあって、オールブラックのそちらを履くこともあったりするんですが、そのあたりのスニーカーでちょっと変化をつけるようにしてるんですね。 私としてはすごく簡単で再現性も高いかなと思いますしぜひ大人の皆さんはシャツを気軽に着てもらいたいんですね半袖のシャツなんかもすごくいいかなと思うんですが長袖のシャツを腕まくりっていうのが結構大人っぽいので個人的には好きなのでぜひ、まあ、皆さんもトライをしていただきたいなと思いますちょっとインパクトが欲しい方はストライプもいいですしベーシックなブルー系の無地だとかちょっと人との違いを出すんであればベージュのシャツなんかも先ほどお伝えしましたが結構使いやすいのでぜひこのような初夏コーデもお試しいただければ なと思っています。 はい、続いて二つ目の初夏コーデなんですが、今度は主役にですね、こちらのニットポロを使ってみましたが、いかがでしょうかやはりこのニットポロというのは、初夏にはすごく活躍してくれるようなアイテムだと思ってるんですね。冒頭にもお伝えした通り、夏といえば T シャツになってくるかなと思うんですが、初夏だとちょっとまだ早いかなとか、季節感が漂いづらいので、僕はですね、そんな時にこそ半袖ニットは1枚あると便利なのかなと思っています。今僕が着てるものは、去年のですね、 レベルのものもになるんですが最近はこのようなニット T シャツみたいなものが結構増えていまして様々なブランドでやっていますのでぜひ皆さんもですね買いやすい価格帯のものを買い揃えていただくといいかなと思います生地の厚みで言うと薄すぎず厚すぎずというですね中二圧になっているんですね、まあ、これぐらいの厚みのものって使いやすくて特に大人世代だと体の丸みだとかちょっとポッコイとしたお腹をですね薄い生地だとどうしても拾ってしまいがちなんですが中二圧ぐらいだとうまく体のラインをですね ですね広に済むのでそのあたりもですねちょうどいい厚みになってくるかなと思います。まあ、表面にもちょっと凹凸感があるのでこのあたりも T シャツにはないですね上品さが漂うのでニット T シャツのですね利点というところがまあ、よく表れた商品かなと思います。まあ、このような袖の部分だとかその部分もですねリブが入ってきてキュッとすぼまるような形になっているので T シャツでは表現できないようなところがですね半袖のニットにはたくさん含まれているのですごく使い勝手がいいかなと思います。今回はライトグレーという色を選んでいるんですけど。 まこの色もですね、すごく使いやすいんですね。夏といったら白という色がすごく象徴的かなと思うんですが、真っ白だとちょっとですね、ベーシックに見えすぎてしまうんですが、このライトグレーというのはホワイトと同じように清潔感があって爽やかに見えるんですが、少しグレーが混じってるので、こなれ感も出るのですごく使いやすいかなと思います。このライトグレーのニットの下には相変わらず白の丸首の T シャツを着て、ちょっとだけ覗かせてあげるとレイヤー効果が望めるのかなと思います。そしてボトムスなんですが、 今回はですね、まあ、デニムのスラックスを履いてみました。これは僕のブランドでやっているですね、まあ、正確にはデニムではなくてシャンプレのパンツになるんですが、インディゴブルーのカラーとライトグレーはすごく相性がいいんですね。まあ、場合によってはちょっとグレーっぽくも見えるので、ライトグレーとちょっと深めのグレーという形の色合いにも見えるので、すごくハマりがいいかなと思います。通常のデニムでもいいんですが、デニムスラックスみたいなものはセンタープレスが真ん中に入っていまして、ちょっと大人っぽく見えるんですね。ですので、ちょっとこうデニムのスタイルにな 来た方でもデニムスラックスみたいなものは使い勝手がいいですし、わりと夏の着こなしにもハマりがいいかなと思います。まあうちのブランドでもやってるんですが、グローバルワークのアーバンデニムスラックスもですね、すごく雰囲気がいいのでそのあたりで代用してみるのもいいんじゃないのかなと思います。で足元に関してはですね、ブラックのレザースニーカーを今回は合わせています。もちろん先ほど履いていたようなホワイト系のレザースニーカーですね。そのあたりで爽やかに振ってあげるのもいいかなと思うんですが、まあ今回ちょっとバリエーションを出したかったのであえてブラックのレザースニーカーでギュッと足元 締める形でバランスを取るようにしました。まあ、このようなパンツの色と靴の色がですね近しいと足長効果もあったりするのでそのあたりも含めて試していただきたいなと思います。そしてこれから暑くなっていくとどんどんですね重ね着の要素が減ってくるんですね。そうなるとちょっと着こなしが退屈だなと思ったりすることもあるかなと思うんですね。まあ、そんな時にまあ時計だとかバングルだとかこのような小物だとかあとはですね季節的にはちょっとこうカラーレンズの入ったメガネだとかこのあたりを足してあげることで退屈さを埋めてあげると、ま。あ さらにですね、ワンポイントになってくるかなと思うのでこの辺りの小物もですねうまく使っていただくといいかなと思うので是非こちらのスタイリングもですね再現性結構しやすいと思うので皆さんもお試しいただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の大人の初夏コーデなんですが、今回の主役はですね、僕が今着ているこちらのニットポロですね。これまたここ数年ですね、急激に定番的なアイテムになってきたような、そんな位置づけかなと思っています。まあ、かつてポロシャツというとおじさんっぽくて、なんとなくやぼったいイメージがあったかなと思うんですが、最近はですね、このようなニットポロですね、素材をニットにすることで、ちょっと上品にレトロ感もあるんだけども、今っぽい雰囲気も漂うようなアイテムが、テントにも並ぶようになってきた のののでこうういいいいいいったももを大人世代もうままくくく活用してととすすごくバランスがいいんじゃないのかなか思います、まあ、今回着てるのは最近購入しましたビューティーユースのオリジナルのニットポロなんですがこれはめちゃくちゃ良かったですね。まあ、ニットポロはですね結構僕の動画の中でもよく使うのでちょっと常備しておきたいなと思って購入したんですがそもそもこちらはビジネスカジュアルで使う目的でセットアップだとかジャケットと合わせるような意味合いで買ったんですけども意外とカジュアルに落とし込んでも使い勝手がいいんですね。身長160 5 4センチ5 3キロと僕は小柄なんですが、今 M サイズを着ています。着丈はそんなに長くないんですけども、袖丈はやや長くなってるんですね。昔のベーシックのおじさんポロみたいなやつは、結構袖丈が短かったり、ジャストサイズなので、ちょっとこう古臭く見えるんですが、このあたりは今のサイズ感にちゃんとアップデートされてるんですね。まあ見幅も適度にあって、すごくバランスがいいです。まあ襟がついてるので、T シャツよりはちょっと綺麗に見えますし、また半生のニットとは違った雰囲気も出せるかなと思うので、 まこちらを今回着てみました。で、僕はですね、ポロシャツを着るときには、基本的には、ライトグレーとかホワイトとか、ちょっと明るめのカラーではなくて、ブラックか、ダークグレーか、まあ、深めのネイビーだとか、そのような引き締まる色を使うようにしてるんですね。それは先ほどもお伝えした通り、おじさんっぽく見せないための一つのポイントなんですが、深い色でシャキッと見せた方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてその内側にはですね、一応 T シャツを着てるんですが、細めのボーダー柄ですね。これ白とかでもいいんですけども、マイクロ ボーダーを入れてあげることで、ちょっと今年らしさみたいなところが表現できたりだとか、あとはですね、ここ白で、ボトムスも白だと、やや繋がり感が気になるので、ライトグレーっぽく見えるようなマイクロボーダーのカットソーを取り入れています。こちらも自分とかで作ってるやつなんですが、ユニクロ U のですね、マイクロボーダーのエアリズムコットン T シャツとかで代用しても全然いいかなと思うので、ま、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思います。そして上半身がやっぱりちょっと重ためのブラックなので、ま、それに対してホワイト系のパンツで、ちゃんと明るさを出してあげるんですね。 そうすることで初夏らしさが出るかなと思うので、ボトムスはややゆとりになるですね、もう数年前に購入したビューティアンドユースのオリジナルのものを履いています。そして足元なんですが、白系のパンツには僕はもうグレー系のニューバランスを合わせることが圧倒的に多いので、キザっぽくならないようにですね、このようなものを合わせてみました。まあこのような着この足も結構大人世代には断然ハマりやすいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、トライしていただきたいなと思います。半袖のニットと半袖のニットプロっていうのは結構立ち位置的には近いんですね。真夏はちょっと暑いけど、 初夏に着るとちょうどいいアイテムなので着るんだったらまさにですね4月の後半5月また真夏になる前にですね着てもらうのが一番バランスがいいかなと思います今っぽくも見えるし襟付きの大人っぽさというところも簡単に表現できるので是非皆さんもトライしていただきたいなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の再現性抜群、初夏コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、初夏の着こなしって意外と難しいんですね。春のままだとちょっと暑いし、かといって夏の着こなしをしてしまうと、ちょっと季節感が漂わなかったりだとか、やや肌寒かったりするので、その中間的な着こなしって迷う方多いかなと思うんですが、今回の動画に出てきた3つのですね、主役アイテムですね。長袖のシャツ、これをアウター的に使うというのがすごくいいす。 なととと思いますし、あとは半袖のニットだとか半袖袖ののニニッットトだか、ポロ、この辺りがまさしく初夏アイテムだと僕は思ってるんですね。夏に着るとちょっと暑い可能性もあるんだけども、初夏だとちょうどいいというアイテムなので、ま、ぜひ皆さんもこの辺りのアイテムですね、すでに持っていたらそれを活用しながら楽しんでいただきたいですし、まだ持っていなかったら、先日の動画の中にですね、コスパ抜群の初夏アイテムだとか、あとは大人向けのですね、初夏アイテム皆さんにご紹介してますので、まあ、その中から候補をですね、選んでいただいて、 初夏の着こなし、存分に楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、僕自身もですね、初夏の着こなしって結構悩んでいたんですが、このように皆さんに YouTube で動画をお届けするようになってから、あ、こういった形で初夏アイテムを取り入れればいいんだなっていうのをですね、そこでようやく気づいたわけなんですね。なので最近はこのようなアイテムもうまく活用しながらですね、着こなし楽しんでいますので、ぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながら、初夏の着こなしですね、夏との違いですね、季節感というところも含めて楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは ダンンンスに向けてててメファッションの基本でですすすねななるるべくくかりやすく解説をしいいきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末にですねライブ配信を行っていますこれ毎週行っているんですが皆さんから頂い,いたご質問にその場で僕の方でお答えさせていただきますので結構ワイワイ 楽しくやっています気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画じゃなくて、写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説だとか、僕自身が私物として買ったものを毎日ですね、投稿しています。僕もですね、記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽にですね、記事をアップする することができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって、まあワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの上野駿でした。また次回の動画もお楽しみに。